はい、レッツ終わりました <laughs>。なかなかのオープンな展開でしたけど、まずは勝ってよかったです。おめでとうございます。いやー、とにかくよかった、勝って。あのー、今日の控え選手を見ると、今までのし、今シーズン始まってからの中で一番期待できる、えー、ベンチメンバーだったんじゃないかなと。こう、出てきたら何かやってくれそうな、もちろんマルティノスもそうだし、マレオナルドが控えにいるっていうのもそうだし、え山、ー、中だったりね、ゆるきだったり、えー、そういう意味も含めて、スタメンも含めてすごい、スタメンも面白いメンツだったし、 あの、今日は3点取られちゃったけども、あの、今日の、えー、スターメンはすごく良かったと思います。すごいいいサッカーができてたなというふうにね、えー、思いますね。まあ、あの、杉本がやっとゴールを決めてくれたので、えー、今後の爆発に期待しますっていうところですけども、まあ、まずちょっと試合を振り返ると、えー、杉本の PK につながった関根のドリブル、ああいうとこでやっぱりね、 関根みたいに仕掛けてくれる選手がいるっていうのは今のレッツの強みなので、えあれはやっぱり関根が前に推進力をガンガン出してくれたおかげで取れた PK なので、えもう本当にレッツのその前の推進力っていうのが見れたね、非常にいいシーンだったんじゃないかなと思いますね。ああいう時にこう、後ろに下げてしまったり、えする時期もやっぱレッツはあるし、まあそういう試合もあるし、そういう時期もあったけども、 あそこでグイッとね、前に仕掛けることによって取れた1点目。あそこで1点取れたのが非常にでかかったなと。えー、あと、杉本は多分今日、えー、役割的にはいつもと違って、いつもレオナルドと組むときは、レオナルドが前、杉本が後ろだったんだけど、今日は結構コオロキとね、こう、代わる代わり、横並びみたいな感じで、縦関係っていうよりかは、まあなんかこう、横並びみたいな感じですごく、お互いが前にいるときがあるし、お互い後ろにいるときもあるっていう、そういう、うーん、役割をね、 分担してたので、えー、ああいう杉本の2点目、えー、裏に抜けるゴールっていうのがね、あそこでいつもあったら裏に抜けるのはレオナルドなんですけど、えー、見れたのかなっていうふうに思います。えー、そういう意味では、あのー、杉本が、あの、前にいたからこそ取れた点かなと、後ろじゃなくてね、えー、思います。で、そこを見てたデンはやっぱさすがだなと。やっぱデンサイドバックいいなと思いました。僕この前の動画で、なんか、あげましたけど。 えー、攻撃のアイデアがね、まあ、守備はちょっと正直ん、まあ橋岡とそんな変わらないというか、あのー、もしかしたら1対1橋岡の方が強いかなとか見ながら思ってたんですけど、まあでも、あのー、攻撃という面でやっぱり、えー、デンがサイドバックをやってくれるとすごく、えー、楽しいサッカーになったなと今日見てて、それがすごく大きかったんじゃないかなって思います。デンがサイドバックになったっていうのが大きかったかなと思いますね。うん えー、そこ一個大きなポイントとしてすごくあったなと。えー、っと、で、今日のそのボランチ、エベルトンと青木を見てて、うんと、ベストメンバーは、やっぱり、えー、芝と柏木だなというふうに思いましたけど、うーん、まあ、エベルトンがあんまり良くないので、俺的にはね、あの、視野がね、やっぱりこう、結構、片方に寄っちゃいがちなんですよね、エベルトンは。逆に展開しないから、狭くなっちゃいがちなので、 そういう意味で言うと、まあ、うん、芝と青木か、芝と柏木、または柏木青木なのかなっていうふうにね、やっぱ思ったかなっていう試合でした。うん。それで、えー、っと、まあ、ちょっとレッツの点から振り返りますけど、3点目はね、えー、マルティノスがよく競ったと思うし、あそこに上がってる牧野、なんかゴールへの嗅覚があるんでしょうね、牧野はね。えー、っていうのがやっぱ、あそこに牧野が上がってるっていうのが大事だし、点が取れるって、 チームっていうのは、ああいうところでこぼれたときに、その場に、こぼれたところに選手がいるっていう、えー、のがね、点が取れるチームだと思うので、それをすごく見れたかな、今日はって思います。そのボールがこぼれたところに選手がいる。えー、ゴール前で特にね。えー、っていうのですごくその詰めとくっていうのはやっぱ大事で。えっ、ー、と 芝とが最後逆転ゴール決めたときも芝とがあそこまで上がってきて詰めてなければ入んないゴール。クロス上げてマイナスってやっぱ一番開くところなので、あそこでちゃんとマイナスに入ってきてるっていうのが素晴らしい。うん、まあその前に芝とね、いや打ってるだろうってところで謎のスルーしてね、めっちゃチャンスの時に、あの、チャンス潰しちゃってましたけど。まあ、あの、それを取り返せたかなっていうふうになんか思いますね。うん。やっぱり、あの、マルティノスという切り札がいてくれると非常に、えー、後半楽しみになる。あの、 なんと今日改めてマルティノスを見て思いました。えー、ああいうタイプがいるとね、えー、何か起こしてくれるんじゃないかっていう期待感がありますからね。うん、という面ですごくレッツはこう武器をね、また一個、マルティノスが復帰してきたことによって、えー、また増やせたのかなと。 え思いますだからあとはマルティノス山中結城、えー、関根あたり武藤たりがサイドからこうえぐってって黒下げた時に今日の芝戸みたいにしっかりと詰めてるっていうことができればもっと点も取れていくと思うし、えー、っていう風になんか今日は見てて、えー、すごい攻撃に可能性を感じるまあ札幌がねやっぱりあの、えー、守備はどっちかっていうと緩い方なので。 それもあったと思いますけど、まあそれにしてもね、すごくいい攻撃だったんじゃないかな、レッツはと思います。はい。まず得点4点。素晴らしい得点でした。え何よりも勝つっていうのが大事だね。えと思いました。で、失点なんですけど、えっと、まあ、J に2点ね、もうゴリゴリにやられましたけど、1点目は、えールーカス・フェルナンデスのあのクロスに、やっぱり再三、やられてる形なので、岩竹が、その、 うーん。なんて言うんだろう。J みたいな分かりやすい選手がいるんだから、やっぱり周りの人もね、声かけて、岩滝には絶対クロスを上げさせないっていうぐらいのね、縦に突破されてもいいから、とにかくクロスを上げさせないっていう今日はそっちを優先するべきだったなと。ちょっとドリブル警戒すぎてたとこがあったので、ルーカス・フェルナンデスの。そこはしっかりとクロスどっちかっていうと。 えー、上げまくってたので、途中でちゃんと気づいてね、あのー、クロスのとこにしっかりと、ルーカス・フェルナンデスだったら右利きだから右足を切りに行く、あの、蹴らせないようにするとかね、えー、とか、あのー、福森の2点目のクロスなんかは、あれは絶対に福森は右、左足で上げるのも分かってんだから、岩竹、もっと左足のとこに行かないとダメだし、最悪右足で上げられても大丈夫ぐらいの勢いで切り返されて、あの、左足のところは切りに行かなきゃやっぱダメでしょって思いましたけども、 そこのね、経験値がまだまだ全然岩竹はないのかなというふうに見てて思ったので、これからどんどん、その、うが人だったりに、こう、学んで、えー、そこの実力をつけていってほしいなと、えー。まあでも岩竹は、その、守備面で未熟さを見せたり、えー、攻撃面でもちょっと、うんっていう場面もありましたけど、えー、まあでも全然、あの将来性はあるのかなというふうに、随所で、えー、プレイ、いいところもすごくあるなと。 えー、特に攻撃の時に、えー、まあ落ち着いてる、基本落ち着いてプレイできてるので、えー、そういう意味では、まあ全然まだ使い続けて、柴戸みたいにね、えー、来年あたり話されてくれればと、2年目あたりで話されてくれればというふうに思える、えー、岩竹だったかなと思います。うん。まあでもね、 う、えーん、山中もそうだし、えー、岩竹もそうだし、あの、クロス上げる人のとこにもっと行ってほしい。マルティノスが今日ね、非常に、その、ボール持ってる人に対してすごくちゃんと、もう体をぶつけてボールギアまで行ってたので、やっぱあんくらい行かないと、相手のキックに全く余裕を与えてしまうので、えー、そこら辺はね、あの、マルティノスのプレッシング、まあ、ファールになっちゃうことも多いですけど、見習ってほしいなと思いました。うん。 えそうですね。あとは3点目はどんな感じで取れたっけと、えー、あまああれはね、コーナーキックから、まあやっぱ福森の、えー、あれでしたけど、杉本オンゴールでしたけども、ん、まあセットプレイは正直ね、一番点が入るようなあれなので、まあまああれはしょうがないとして、うん、やっぱその前に2点、やっぱりサイドからやれちゃってるので、あのー、弱点、 だっていうことがやっぱり分かってる上で、あのー、J の1点目は誰もジャンプしてなかったんで、牧野、岩波、えー、デン、誰一人ジャンプしてなかったので、せめてジャンプはしようよっていう <laughs>。特に岩波、あの、J の前にいるんだから、自分が J の視界に入ることによって少しは邪魔できるかもしれない。デンも中に絞って体をぶつけるとか、あそこはね、あのー、なんて言うんだろう。やっぱ、せめて競ってくれないと。 もう完全にフリーで打たれてるので、まあ、ボールがいいっていうのもありましたけど、まずボールホルダーにしっかりとマルティノスが今日やってたぐらい詰める、えー、っていうところと、えー、しっかりと相手のフォワードに体をぶつけに行くっていう、そういう基礎的な2つをね、やればもっと今日の失点を防げたかなというふうに思うので、そこは反省かなと。 えー、思います。まあ、でも何よりもね、えー、手の取り合いで勝てたっていうのが、レッツは攻撃力がやっぱり爆発したらあるんだなっていうのをすごく見せてくれた試合で、基本的には、すごく、あの、スコアの割には僕的にはいい試合だったなと思います。<laughs> もうミシャンのサッカーも非常に攻撃的なサッカーなので、その攻撃的なサッカーのチームに、えー、攻撃で勝てたっていうね、ところがすごい自信になるのかなと思ったりね、しましたけど。うん。そうですね。うーん、あとは、なんだろう。 まだなんかあるかな <laughs>、えー、<coughs> まあでも今日の,そのスタメンって本当に面白くて <coughs> でん岩浪牧の岩竹っていうふうにいましたけどまあその岩竹のところをね宇賀神に変えてもいいと思うしえ非常にでんサイドバックは本当に続けてほしいなとセンターバックは橋岡に変わるなりえいいですけどそこはぜひやってほしいなっていうふうにえ思って。 いました、ね、あと、ユルキ、山中、マルティノス、本当にあの時間帯に出てくると怖い選手なので、あの使い方はすごくいいんじゃないかなと、えー、久しぶりに大槻さんの交代に対して、すごく期待が持てましたね。うん、という面ですごい、あのー <coughs>、相手も作戦どり、ミシャの作戦通り、3点目を取って逆転してきましたけど、あのゴリゴリの外野を入れたりとか、えー、攻撃にシフトするっていう部分で、あのー、作戦がちだな、ミシャのと思いましたけど。 <え> <laughs> レッツも負けじと交代策で、えー、打開できたのかなというふうに思ったので今日のね、その、えー、フォーメーションそして交代策、えー、なり前への推進力やっぱ何より前への推進力があったのでツートップがよく触ってましたからねボールにねそういうあのー 一番チャンスになりやすい形っていうのをね、今日しっかりと見つけられたと思うので、次の試合にもぜひその攻撃の形を活かしてもらって、あと守備はサイドから本当にやられないように、えー、本当に対策してほしいなと、かなり大問題なのでね、サイドからの守備は、えー、と思いました。はい、というような試合でしたね、えー。本当に勝ってよかったです。次の試合も楽しみにしてましょう。ウ e ア r e 勝ってよかったバイバイ